お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。へへ、ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ、早く逃げろ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く逃げよう。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。そっちに行ったぞ。E bom, pessoal, depois ali de ter completado a missão do evento, né, para liberar inteiro, fizemos ali alguns desafios também para mostrar ali um pouco dele. E agora a gente vai dando continuidade à história principal do game. Isso daqui também é relacionado às esculturas lá que a gente vai comprando no evento que temos aí, mas depois eu faço essa parte, beleza? Vamos dar continuidade à história. ありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか、本当に逃げなくて大丈夫なのか。ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって、お前がドリーなのか。てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても二三歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ、お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつ
すごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとヤバいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワットで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万もので、いかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか。あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事に就けましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万もら、値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で、本当に百歳、千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万もらほどいただければ、100万もらに値する缶詰知識を一個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだ、おいおい、聞いたか？あと10万もら払えば100万もら相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万もら以上したんだ。もうちょっともらを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万もらに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？そ
これってつまり、こいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからには、お前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ？スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。色を見つけてみせ。ロリーとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで強霊院がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。来たか、君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだな。うわあ、なんだか強霊院の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ。そもそもウィカラ大将宿は強霊院の管理下にある。強霊院の者がここで働いているのは当たり前のことだ。俺がオルモス港に来たのも、表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら強霊院がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でもスメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら強霊院がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間強霊院は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。わあ、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら、送信に合う方法もお前のお兄さんのこともわかるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ。それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし、解明したいと思っている。もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。
だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあだがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち、彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。スカーレットキングを世によみがえらせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは凶霊院の者がスカーレットキングの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ、アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、物がこっそり商社に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して自分が神の缶詰知識を手に入れたことを宣伝はしない。もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの約束も果たせなくなる。情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは神の缶詰知識の行方を探すためか？うん、そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。もし情報がないと言われたらもう2日待ってからまた行くといい。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど、その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが凶霊院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。ここを出よう。 Beleza, a gente vai pra outra localização. É, a música de Sumeru é bem bonita, mas ela tem um grande problema ali, porque em um ponto dela, ela fica muito alta e a gente não consegue escutar direito as falas do personagem. ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。うん。実戦系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった。いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが。そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後に
それぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカーシャ端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。おー、アルハイゼン、お前教練員で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ？学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。なんだかごまかされたような気がするぞ。もういいだろ、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。Bem nessa parte da música, ela fica mais empolgada ali. Mano, o áudio é muito alto, velho. Tu quase não escuta direito a voz dos personagens. Vamos ver se os caras arrumam isso daí futuramente, né? Porque, querendo ou não, é um saco, né, mano? A música é bonita, é legal, mas, né, se atrapalhar os diálogos do personagem fica um pouco complicado, né? 今、君のアーカーシャ端末に接続し、データを記録する。では、この缶詰知識を使おう。これを手に持って、君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君は、この力を活性化できるようになる。Agora a gente precisa utilizar a cápsula. Beleza, não é só...E nela e clicar em usar. Oi, como está? Sore te.役立てられるってことだよな。うん、ならもう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。 Beleza, então interessante aí. Vamos lá iniciar o segundo teste de combate. É só eliminar esses inimigos aí, coisa simples pra caramba. Já era. Deva. Data を mais 一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？うん。君たちの買った缶詰知識は、確かに彼女の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時の戦闘機能データは、1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあ、そもそも彼女が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引はお得かもしれないと思えたよ。俺は先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリーに情報を聞くための経費だ。Beleza, então nessa parte aqui
a gente vai ter que passar um tempo ali, né, pra encontrar a Dory novamente. No próximo vídeo a gente continua a história.